こんにちは、キク美術館ラチです。今回は日本最大級の絵画の大市場に潜入してきたので、そちらの様子をお届けいたします。いや、絵画の市場、アートの市場、いや私そんなお金持ちじゃないから知りませんっていうあなた、ここね、実はアートを購入しなくてもめちゃくちゃ魅力的なイベントだったんです。まあ、とはいえね、あんまり馴染みのあるものじゃないと思うんですね。だから今回私動画撮ってきまして、会場の様子を肌で感じてきて皆さんにお届けしたいなと思いました。でこういう知らない世界ってね、なんか入るのが怖いけどなんかでも気になる、そういうよくわかんないけど気になるっていう人のためにちょっとお話ししていこうかなと思います。あ、こっちには来なかった。かわいい盆栽みたい。このイベントアートフェアというのは、全国の画廊さん、ギャラリーがこうやってブースをそれぞれ構えて作品の展示販売を一斉に行うっていうイベントです。ブースごとにこう画廊の方が常駐していて、作品の説明とか、あとは作家さんの説明紹介をしてくれるっていうところでしたね。ちょっと違う作品ではあるんですけど、はいはい、一応同じ作家でして、木彫ホルマイですけど、だいたいこれ実物内で作る。あ、じゃあもう本当にこれは当たりを見ながら、そうです、こっちを作る。そうです、なんか盆栽みたいな、うん、タイトルが抹茶盆栽って、抹茶茶碗、はい、茶碗と、はい、ちょっと抹茶用の抹茶の茶碗に、はい、木が盆栽のこの夏の形と、雲とか、森とか、そういったものをイメージしてね。え、こうやってすっごい丁寧にお話ししてくださるんですよ。で、気に入った作品とか面白いなって思った作品はこうやってお話聞いたりとかしていました。もうね、ワクワクしながら回ってたんですよね。なんかね、最初はあわよくば買いたいって思って私行ったんですよ。だけども回るっていうことが主な目的になってました。シルクっぽい、これ裏にねピンクがね、結構現代で活躍するアーティストさんが多いので、あ、これ SNS で見たやつやってのも結構多かったです。でね、こうやってプレートに赤いシール貼ってあるでしょ、あれがねもう売れちゃったっていう作品なんですよ。でね、売れちゃった作品めっちゃ多くって、もうすごかった。でこうやって絵画や彫刻、工芸品を扱ってる画廊もあって、なんかね現代アートが多めだったかなっていう風に思いました。でこれが私のお気に入り、なんか群馬から来た画廊さんのブースに展示されていた作品です。これがねめっちゃかっこよかった。紙シリーズってことで、折り紙をベースにして実際に折って、ディテールを排除して、まあ、こう書き込むことで独特の存在感が、物だけ絵だけど物だし存在感があるみたいな。でね、こうやってみるとお値段ですよ。お値段気になりますよね。いや言うてお高いんでしょみたいな。で大体このアートフェアにあった作品だと30万から50万ぐらいかなって、私が見てきた感じだとそういう感じで、大きい作品だと100万円超えてたりとかありましたが、大体30何万っていう感じでしたね。たまに10何万とか見つけると、あれ安いみたいな、ちょっとね金銭感覚ぶっ飛ぶみたいなことをしてきました。でこのねポピーがめちゃくちゃ私ドストライクで、うーんってもじもじしてたら、なんと作家さんが登場してくださいまして、このソリさんですね。でね、だいたい画廊さんがお話ししてくれたんですが、たまに作家さんも、いらっしゃいまして、で直接お話聞いたりとかしていました。そしてこれが大注目の作品ですね。来た、これ最高価格じゃないはい、アートフェア2021年おそらく最高価格であろうクロードモネ牧草地曇り空です。なんか聞いた話だとね14億なのだそうで、この、ね、外側のやつ
何個かブースがあるのでちょっと行ってみましょう。はい、先ほどのメイン会場から場所を変えまして、こちらのコーデはロビーエリア、もっと幅広くね出品されていました。作家さんが構えていたりだとか、あとはアート関係のサービス会社だったりとか、あとガクトも展示してましたね。墨を落として、でその深さを見せたい、はい、文字を書くっていうのは文字を彫るっていうのにルーツがあるので、で書くためにはその深さを見せたいので、これを透明にしたんです。同じ墨、なんか白鳥みたい。あー、なるほど。あ、そうですね、ちょっとこうあの消化していくようなイメージなので、さあいかがだったでしょうか。私はね、結局ただ歩いてるだけだったんですけど、それでもすごく楽しかったです。実際欲しいなって思える作品と出会えたこともすっごく嬉しかったし、あんまりね衝動的に購入するものでもないと思うので、こうやって画廊を知るきっかけになったことが、まあ、良かったのかなと思っています。あとね、このチケット、このアートフェアのチケットって美術館が安くなったりタダになったりっていうのもするので、ぜひ興味のある方は一度赴いてみるのはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。